さあ、それでは今度は古賀選手から、色紙に目標を、そしてご自身のサインをご記入いただくということで、古賀選手よろしいでしょうか。はい、それではまずは色紙を掲げてください。お願いいたします。お、マイクを持っていただいて、何と書かれておりますか。試合に出るですね。試合にとにかく出る。はい、はい、で、先ほどとちょっと重複しますが、ストロングポイント。あ、ストロングポイントは、はい、まあ、左右両足蹴れるので、両方いける、左右両端のキックと、はい、まあ、ビルドアップの部分に関してはユースから自信持ってやっていたので、そこは見てほしいところかなと思います。はい、注目しております。ありがとうございます。もう一度掲げてもらえますか、古賀選手。はい、見せていただきましょう。試合に出ると強い気持ちを書いていただきました。はい、さあ続いて橋口選手、掲げていただきましょう。結果です。結果、はい、は、これはどういうことでしょうか。まあ、そのプロサッカー選手というのは結果が求められるものだと思いますし、うん、まあ、チームとしても個人としても結果を残したいというのと、はい、まあ、新加入選手ですけど、まあ、新加入だからといってその許されるミスとかそういうのもないと思っているので、そういう責任感と結果を求めてプレーしたいと思います。家庭ももちろんそうだけども、最後の結果が、これが出なければ頑張ったとは言えないと、結果なんだと。はい、それではちょっと色紙を掲げていただいて、ちょっとね、撮影の方も少しあるようですから、二文字ですね、シンプルに熱い言葉書いていただきました、橋口選手。はい、さあ続いてハモン・ロペス選手、色紙をお願いいたします。何と書かれているんでしょうか。はい、小さそうですよね、色紙だからしょうがないです。何と書かれているんでしょうか。はい、o objetivo desse ano é ser campeão e dar um pouco de felicidade a cada um de vocês。まあ、今年の目標はですね、チャンピオンになってここにいらっしゃる皆さん一人一人とあの喜びを分かち合うことです。柏レイソルのサポーターの印象、柏レイソルのサポーターの印象はいかがですか。もう何度も対戦していたと思いますが、a torcida maravilhosa, a torcida que apoia o time nos momentos difíceis, nos momentos bons também, né?Eu tenho um amigo que jogou aqui, me falou muito bem de vocês e eu quero retribuir esse carinho que vocês me passaram dentro de campo, mostrando meu futebol a cada dia, a cada treino e a cada jogo. まあ、非常に素晴らしいサポーターだなというふうに、はい、そういった印象を持ってましたし、まあ、私の友人がですね、まあ、ここでかつてプレーしたことのある選手なんですけども、うん、まあ、非常にここのサポーターについて、まあ、いい話を聞かせてくれて、まあ、皆さんのその熱い声援に、少しでも応えられるように、しっかりと恩返ししていきたいなというふうに思います。これから味方ですからね、こんなに心強いことはない。ハモン選手、ありがとうございます。さあ続いて小池選手です。はい、色紙を掲げてください。はい、リーグ優勝。リーグ優勝、はい。そして、柏から世界へという、はい、スローガンですね。ました、はい、リーグ優勝。リーグ優勝にやはり力を発揮して一員となってそのまま優勝と。そうですね、小池選手はもう1年度トン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 と、ステップアップしているような印象も受けますから、このまま柏レイソル入りましたから、この1年で結果出そうですね。なんか演技も演技というと言葉は違いますが、はい、まあ、簡単なことではないですけど、はい、やはり挑戦しないと叶わないと思うので、はい、まあ、今まで通り自分も力を発揮できるように努力しますし、はい、ここにいる皆さんと喜びを分かち合えればいいかなと思います。柏の印象、柏のサポーターの印象っていかがでしょうか。まあ、本当に自分はオンデマンドとかでしか見れなかったんですけど、はいはい、すごいスタジアムのスタンドと近くて
すごいいろんな声が聞こえるんだろうなっていうのはすごい思ってて、 はい、その声をいいものに自分たちがプレーで表せたらいいかなというふうに思ってます。はい、小池選手ありがとうございます。最後です、ユン選手、色紙を掲げていただきましょう。なんて書かれたんでしょうか。はい、お、네、저는이제팀이많이이겨서팬들과기쁨을함께하고싶고요그리고많이이겨서 ACL 에저희가진출권을가져오는것그리고제가또경기를많이뛰는것그게목표입니다。そうですね、たくさんの勝利を得てここにいる皆さんと喜びを分かち合いたいですし、で色紙に書いてあることはたくさんの勝利を得て ACL の出場権を得るということと、たくさんの試合に出場するということです。はい、ユン選手どうぞよろしくお願いします。